会社名とお名前お願いします。はい、有限会社ヘッズの佐藤と申します。よろしくお願いします。佐藤さん、はい、こちらのブースで扱っているブランドを教えてください。はい、まず、これね、うちのオリジナル の、はい、あのボースポーツというサーフウェアと、あとサンディエゴからのインポートモンの、ガン&スワインっていうブランケット、そうなんだ、はい、あと子供の水着で、やっぱりあのサンディエゴからの、シエスタサーフ、この辺をやらせてもらってます。はい、その中で今回ちょっとこれおすすめっていうのあれば教えてください。そうですね、結構やっぱり注目を浴びてるのはこのシエスタサーフっていう、あの子供の水着を、はい、一押しで、はい、すみません、これ子供の水着オンリーなんですか？お父さんサイズもあるんですけど、はい、まあ、あの子供とうまくマッチングした柄のやつだけは大人サイズあります。あ、なるほどね、はい、そうかそうかそうか、はいはい、マッチングしてれば親子揃って、そうですね、着れるけど、でも基本的には子供のための、そうです、はい、ちょっと可愛らしすぎますもんね、はい、それでちょっとこう得てしてやっぱりちょっとすぐ成長しちゃうんで、はい、バギー調だったりルーズなものを選びがちなんですけど、はいはいはい、せっかくだから、あの今の、子供のサイズに合った80s っぽい雰囲気の丈の短い、おしゃれな、ボードショーツとか、ワンピースを着せたいっていう、そっか、はい、来年のことを考えてちょっと2シーズン着れるように大きくするんじゃなくてね、そうです、はい、今年のものを、そうです、ピタッと着て、はい、ピチッとしてほしい、来年は来年でまた買っていただくと、なるほどね、はい、その方がいい、はい、なるほど、この中でもどうですか、はい、おすすめのなんかタイダイのも可愛いし、そうですね、やっぱり 80s カラーのタイダイとか、あとやっぱりこの辺のレインボータイプとか、この辺はちょっと人気ですね。ですよね、はいはい、見てて可愛らしいですし、はい、子供さんに着せたいなって思いますよね、はい、まあ、それプラスオリジナルのね T シャツだったりとか、ね、はい、このブランケットをね、はい、使ってもらえると一番嬉しい。そうですね、全てに、やっぱり一つ要素があって、もう全てがカリフォルニア、うん、一番カリフォルニアが好きなん で、ね、全部共通点はカリフォルニアってことで、うんうんうん、はい、カリフォルニア好きの方には絶対マッチする、はい、そうです、はい、なのですよね、わ、はい、かりました。気になる方、はい、カリフォルニア大好きな方はぜひチェックしてください。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。